ブランズウィック郡はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の南端に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は10万7431人であり、2000年の7万3143人から46.9%増加した。人口増加率では国内第37位である。郡庁所在地はボリビア町であり、同郡で 人口最大の町はリーランド町である。ブランズウィック軍はマートルビーチコンウェイノースマートルビーチ大都市圏に属している。ブランズウィック軍は1764年にブレーデン軍とニューハノバー軍の一部を合わせて設立された。軍名は植民地時代の港ブランズウィック町から取られており、その名前は当時ハノーバー朝のイギリス王が保持していた。 ブラウンシュバイクリューネブルク広告にちなむものである。ブランズウィック軍は、地域のケープフェア自治体委員会のメンバーである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1050平方マイルであり、このうち陸地855平方マイル、水域は195平方マイルで、水域率は18.59%である。ブランズウィック軍は、 内陸海岸平原に位置している。ブランズウィック側とケープフェア側で大西洋に繋がっている。ブランズウィック原子力発電所がサウスポートの北にある。アメリカ国道ノースカロライナ州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ブランズウィック軍の自治体と軍区。ありがとうございます。